はい、678回始めます。1月15日の早朝、朝、まだ夜中ですね、2時ぐらいかな。今回テレビ熊本からですね、診療中の女性患者に抱きつき体を触ると歯科医師の男有罪判決ということでね、熊本の話です。お医者さん、歯医者さん、歯医者さんが、まあ、診療中にね、女性患者に抱きつきから歯医者さんが女性患者に抱きつき、うん、体を触る歯医者さんがね、などしたと、歯科医師の小柳、被告61歳に熊本地裁は12日懲役2年執行猶予4年の有罪判決を言い渡したと、懲役2年執行猶予4年ね、はい、まあ妥当な感じですかね。去年2月にですね、この小柳被告、と2月と6月2回ですか、経営する、歯科医院で診療中の女性患者に抱きつき、服の中に手を入れて胸を触るなどしたほか、別の女性患者にも服の中に手を入れ、肩を撫でるなどしたものですと、裁判長、自らの欲求を満たすため、歯科医師の立場を利用し被害申告しそうにない患者を選んで、狙って犯行に及んだもので悪質と指摘、被害者の一人に示談金50万円を、支払っていることなども判決理由にしましたということで、まあ少しね、あの原型みたいなあるね、あの要素あるんでしょうけども、まあ歯医者さんがね、服の中に手入れて、おとなしそうな、患者狙って、まあ、この辺はどうなのかね、分かんないですけど、まあ、判決、あのなんだ、裁判の過程でそんなのが出たんでしょう。おとなしそうな女性を狙って、服の中に手を入れて胸を触ったり、まあ、肩撫でたりみたいなこと、歯医者さんがしたらね、あの歯に関係ないですよね、胸とかね、肩とかね、ちょっと当たったとか言うならあれですけど、まずいですよねっていうことで、私これで思うのがやっぱりね、まあ、61歳の男性がっていうのがね、そういうことをするっていうのはやっぱり男性はいくつになってもっていうね、まあ、いつものトークですけど、で、2つ目は、まあ、歯医者さんがね、これ珍しいですよ、歯医者さんが患者さんの、体触るっていうのはね、あんまり聞かないですよね、わいせつ。多いのは整体とかね、マッサージ師とか、あとやっぱり、内科系の人とか、外科系の人とか、体を直に診察で触るような人が訴えられるケースっていうのはね、よく聞きますね。あと多いのはあれね、やっぱり診察中の、とか、まあ、健康診断もそうですけど、お医者さんが、まあ、盗撮すると、手術中の女性の体を盗撮した医師とかいましたね、この番組で、確かこのチャンネルで。あと健康診断のね、女子中学生とか高校生を盗撮してたお医者さんもいましたね。それ系あるんだけど、歯医者さんがね、体触るっていうのは初めてなんでね、ちょっと取り上げてみましたっていうことで、まあいずれにせよですよ、やられた方は、たまったもんじゃないでしょう。ね、やっぱりね、女性のお医者さんとか女性のマッサージ師とかね、が男の人の胸触るとかね、どっか触るとか、そういう話聞かないですから、明らかにこれ男性の方が、そういう欲求が高いんでしょうねっていうことで何を言ってるんでしょうか、深夜に、もう言うことないなら喋るなよっていう、ね、話なんですけど、678回、歯医者さんがわいせつ行為しましたよって話しました。チャンネル登録お待ちしてます。ありがとうございます。失礼します。